その制服、君の学校の？いいね。セーラー服っていかにも女子高生って感じだしね。いいとか悪いとかじゃない。学校に通うのだって単にカムフラージュよ。そのえ、そうなの？僕は学校ってすごく楽しかったけどな。もちろん嫌なこともあったし、勉強も大変だったけど、病院にいるより多くの人と直接会えるもん。確かにいいことも一つもなかったというわけじゃない。吉田和美や他の連中と関わったことが私にとって新鮮な思い出になったのは事実だし。でしょ？ほらやっぱり結構学校生活を楽しんでるじゃん。別に楽しんでなんかない。私が言ってるのはフレームヘイズとしてどんな経験も糧にできるという意味で。わかってるって。フレームヘイズもやっぱり普通の女の子ってことでしょ。別に照れることじゃないよ。うるさいうるさいうるさい。